ウルバリンはアメリカ海軍の訓練用航空母艦外輪化客船シービューを改装して訓練空母に改装した。1941年12月に日本海軍の真珠湾攻撃により太平洋戦争が始まり戦時体制に突入したアメリカは日本よりも不足している航空母艦の建造を推進し同時に空母搭乗員の大量連生を始めた。 しかし、戦局はアメリカに不利で、未熟な搭乗員の練習のために、主力の航空母艦を本国に帰還させることは到底、無理であった。そこで提案されたのが商船を改造して、発着艦だけができる訓練用航空母艦を製作することであった。しかし、当時はドイツの U ボートが大西洋岸のニューヨーク近傍に進出していたため、 大西洋上での訓練は貴重な搭乗員を失う危険性を含んでいた。そこで考えられたのが古代古専用の客船を改装する案であった。アメリカは他の列強諸国にない広大な面積を持つ湖を持っており、そこならば U ボートの脅威も皆無な上に外洋航行時の波浪の影響で揺れにさらされることもなく未熟な搭乗員でも着艦が可能とされた。 そこで、五代子で就航していた1913年製の外輪客船シービューとグレーターバッファローが選定されて改装された。アメリカ海軍は1942年3月12日にシービューを取得し、同年8月12日に改装終了し、ウルバリンとして収益させた。上院の訓練は1943年1月から開始された。なお、 クレーターバッファローは1943年5月8日にセーブルとして収益している。監視から見たブルバリン・ウルバリンは蒸気機関推進の外輪客船シービューをベースとし主幹板から上の構造物は外輪の上端部ギリギリの高さから全て撤去し、その上に船体を大きくオーバーハングする飛行幹板が新設された。 煙時は途中で右側に誘導されて4本の煙突が右辺に直列に並べられ、海送空母とはいえ環境と煙突が一体化した島型環境を持つ外観は正規空母のそれであった。主機関は全く手を入れておらず、石炭戦傷艦4機とレシプロ式機関1機で両舷2機の外輪を駆動して18ノットを発揮したが、微速で着艦。 発艦を繰り返すだけならば十分な性能で特に問題はなかった。本艦の艦種は訓練空母ではなく雑役艦の一種とされ、9で始まる64番目の艦として9-64と認定された。戦中は多くの搭乗員を育成したが時代の波には逆らえず、1945年に2隻とも除籍され1947年に解体処分された。 ありがとうございます。